お疲れ様です。競輪いつきチャンネルいつきです。京王閣競輪ナイター G3 の方もね、準決勝戦ということになっておりますので、準決勝戦をしっかりと観察して決勝戦の的中にね、つなげていきたいと思います。今日も6レースから12レースまでメンバーシップの方で予想の方は出しておりますので、予想が気になった方は説明欄にメンバーシップ登録用の URL 貼ってありますので、そちらからご登録お待ちしております。京王閣2日目はね、2車単マンコロ3万円オーバーも的中しておりますし、3連単4万8000円台も的中しているということでね、今季はノリに乗っているということがあります。今日もしっかりとね、後輩動画出てくれれば的中させていきたいなというふうにね、意気込んでおりますと。さあ、それではね、12レース見ていきましょう。並びの確認178。1番の境に7番の平原、8番の河津がつけます。259。2番のサラヤに5番の東口、9番の小川が固めます。4番、3番。4番の蛭田に3番のね、香川。そして6番の成松は短期ということですね。ここで逃げていく可能性があるのは、1番の坂井、もしくは2番のサラヤ。4番のね、蛭田はどっちかというとね、まくり一発狙うんじゃないのかなというふうに思うんですよね。そして1番のね、坂井も、そろそろね、実力がついてきておりますので、後ろのね、ラインを引き出す競争ではなくてね、自分もしっかりと決勝戦に乗っていって、優勝をね、狙えるような組み立てをしてくるんじゃないかなというふうに思いますので、そうなると、1番車だからといって、スタート取ったからといって、突っ張るっていうのはちょっと考えづらいですよね。後ろに回って、早めのまくりというところじゃないかなと。そうなってくると、4番、3番がインを切って、その上をね、2番のサライがドカーンと行くと、2予選、期待を叩いたね、あのね、男気、気持ちですよね。ここはね、この2予選の1着を呼び込んだんじゃないかと、期待を一旦叩いて、そしてそのね、期待が巻き返してきたところで番手に飛びついていったというようにね、なっておりますので、2番のね、サラヤ、ここはね、かましだったら十分あるんだろうというふうに考えたわけですよね。ならば、2番のサラヤがかませば、後ろの5番の東口がということなので、私は東口から狙っていくと。そして抑えはね、玉返しということでね、7番、平原からということになります。まずはね、5番から本線集め、5番2番11倍、5番1番 28.7 倍、5番7番 9.3 倍ということでね、平原からの折り返し、ここはね、安いのはしょうがないですよね。そして5からの高配当というかね、5919.5 倍、54が 94.3 倍、56が 163.4 倍ということになりますので、うまくいけばね、54あたりも2車単マンコロになるんじゃないかということがありますので、ここはね、オッズを見ながら緩急つけていくということですね。そして、平原からは7番1番 4.3 倍、7番8番 18.7 倍、7番2番 16.3 倍、7番4番 48.9 倍、7番6番が 67.7 倍ということになりますね。平原選手からでもね、いい感じなんで、ね、71、75さえ入らなければ、平原選手からでも十分ね、プラス域に持っていけるということがありますので、ここをね、しっかりと球の配分して、取り紙にならないようにと。ただ私はね、本線集めてね、勝負していきながら、この本線からのね、抜けの部分ですよね。ここで入ってくれたらボロ儲けというようなね、状態に持っていきたいなというふうに思ってますし、このね、6レースから12レースの中でね、1レースだけね、穴レース。っていうのをね、銘打って出してるレースがあるんです。そこがね、しっかりとね、穴的中したのかどうか、確認ね、していきたいと思います。それでは、スタートです。1番福岡、園田拓海。2番福島、新田雄大。3番群馬、小林大成。4番佐賀、立部風磨。5番が1位、藤井優吾。6番目、柴崎俊光。7番福島、小松崎太一。8番青森、五日市誠。9番埼玉、宿口洋一。4分線、細切れです。第10レース最初の準決勝がまずスタートです。2番の新田雄大、外から9番の宿口洋一。その内から3番の小林大成。あとは1番の園田拓海、4番立部風磨、5番の藤井優吾、
外7番の小松崎太一、8番の五日市誠、この辺曲がっていく。あとは後方には6番の柴崎利光。まずは序盤戦、初回の第4コーナーへと入っていきます。新田雄大が前に上がりました。そして7番の小松崎太一、2番手に上がってきました。五日市誠、2番、7番、8番、まずは遠くの3人が前段です。3番小林大成、現在中段の4番手、まくりまくり連勝で準決勝です。乗れています。小林大成4番手、宿口陽一マークです。ディフェンディングチャンピオン宿口陽一、小林大成マーク、4番の立部ヒューマー、その後ろです。現在は7番手、その立部の後ろ1番の園田匠です。あとは5番の藤井優吾、そして6番の柴崎利光。現在中部の2人が後方待機となりました。まず前から整理していきますと、新田雄大前に上がっています。7番の小松崎、8番五日市、2番7番8番、3番の小林4番手、あとは9番の宿口陽一、そして後方から5番の藤井優吾上昇です。上がってきました6番の柴崎、この辺が中部の2人、後ろを追うような感じで4番の立部風磨、そして1番の園田、この辺が九州の2人。さあ上がってきた5番の藤井優吾、内側2番の新田雄大、ここですんなり車を下げました。今度は中段あたりから4番の立部風磨、立部が園田を連れて上がってきました。外は3番の小林大成、小林大成と9番の宿口、関東両者が上がってきました。そして4番の立部がこれで3番手、園田がいて、九州の2人が3番手4番手、2番新田は中段5番手、8番手から藤井優吾ダッシュをかけていきます。さあ前の3番小林大成も踏んでおります。外から5番の藤井優吾かぶせて主導権だ。2番手は6番の柴崎利光、6番 5番6番とこの辺が中部の2人、あとは車間が空いて3番の小林大成、4車身相手の3番手、後ろには新田雄大となっている宿口がその後ろ、後ろからは1番の園田も現在中段あたり直線に入りました。5番の藤井先頭だ。さあ内から2番、さあ5番か、5番の藤井優吾、そして6番の柴崎、この辺が中部の2人、飛ばしていきました。内から新田、外から小林、迫ったんですがどうでしょう。スーパースロー、激しいレースだったんですが、5番の藤井優吾1着です。さあ2着に6番の柴崎、3着あたりは2番3番あるいは3番2番。1番福島佐藤慎太郎、2番広島町田大河、3番京都稲垣博之、4番徳島原田健太郎、5番神奈川北井裕樹、6番埼玉高橋光大、7番宮城阿部力也、8番大阪中釜利政、9番岡山柏野智則。第11レースがスタートしました。準決勝2つ目、まずは7番の阿部力也前に上がりました。8番の中釜利政、そして佐藤慎太郎です。3番の稲垣博之、2番の町田大河、離れては5番の北井裕樹、4番原田健太郎、ラストは9番の柏野智則です。3コーナーへと入ります。7番の阿部力也前に現在誘導の後ろに上がっております。そして5番の北井裕樹がゆっくりと外を上げてきました。ホームストレッチ、さあ外から5番の北井裕樹、ここで誘導の後ろに上がってきています。昨日は強引に先手取りに行きましたが、後ろさらに入られて結果3着でした。それでも先行あれのみです。北井裕樹、番手は佐藤慎太郎、昨日二次予選坂井マークから外追い込んで1着、佐藤慎太郎、
ここは期待マークとなりました。2番手7番のアベリキアがその後ろ3番手、5番1番7番、そして6番の高橋光大もその後ろ4番手あたりに従っていきます。5番1番7番6番長い4車で前段です。あとは8番の中釜俊政、現在は中段5番手、一次予選では吉田裕樹をまくりました。中釜連日車の伸びがいいところです。8番中釜俊政、あとは3番稲垣博之です。うまさテクニックあります。3番の稲垣、8番3番この辺が近畿両者、あとは4番の原田健太郎です。ここまで3日間短期です。底力見せたい。後方から町田隊が早くも動いていく、乗っていく柏野、2番9番中国の2人上がってきました。残り2周半ばん、さあ外から前回の2番の町田上がってくる。5番の期待も上がってきた。さあここで先行争いか。インコース5番の期待が突っ張っていく。2番の町田隊がいけません、交代です。9番の柏野は切り替えて4番手。さあ先行体制に入っている5番の期待行き、もう飛ばしております。番手絶好、佐藤慎太郎盤石の構えだ。あとは7番の阿部が3番手、そして9番の柏野が4番手にいる。後ろは6番の高橋光大、あとは8番3番4番です。後方から中釜あたりが現在いい感じで4番手そして3番手に迫ってきました。中釜直線に入りました。期待が先頭だ。番手から外、外から中釜突っ込んだ。期待が突っ張って主導権、番手佐藤慎太郎絶好の体勢でしたが、外から中釜すごいスピードで待ってきました。8番1番5番あたり1着駆け抜けたのは大阪中釜俊政、2着には佐藤慎太郎、期待勇気は3着です。1番栃木坂井陽、2番三重皿谷豊、3番川香川雄介、4番岡山蛭田総一郎、5番和歌山東口義友、6番佐賀成松春樹、7番埼玉平原光太、8番北海道河津勇樹、9番福岡小川雄介。第12レース最後の準決勝スタートです。4番の蛭田総一郎、まず前に上がります坂井陽、そして2番皿谷豊、5番の東口義友、平原光太、あとは離れて6番成松春樹、外尾香川雄介です。9番小川雄介、8番の河津勇樹、序盤戦3コーナーへと入ります。蛭田総一郎が前に上がっております。3番の香川雄介、ここは2番手に入りました。この辺が中四国の2人、4番3番です。前段の位置、あとは1番の坂井陽、現在3番手からです。一次予選まくって最後2着、昨日は落車もありましたが二次予選3着です。坂井陽乗っていくのは平原光太、坂井マークから決勝はノルマです。平原光太、その3番手から河津勇樹、1番7番8番この辺が中段の位置、そして6番手に皿谷豊です。二次予選昨日はうまく期待の後ろに入って追い込んで1着取りました。皿谷流れもいい感じです。6番手東口義友マークです。昨日は藤井マークで二次予選勝ちました東口。2番5番この辺が中部近畿の2人、あとは9番の小川雄介、その後ろに従っていきます。ここは中部近畿の3番手を選択しました、小川雄介、あとは6番の成松春樹、選手紹介では短期でした。現在最高峰小川雄介の後ろにおります。さあ縦一列6番手から2番の皿谷、上昇開始です。動いてきました。待っている蛭田総一郎、番手は香川雄介、中四国の2人、中段から1番坂井陽、3番手から上がっていきます。残り2周の赤番、さあ後方2番の皿谷どうしますか。まだ後方だ。先頭4番の蛭田総一郎、
さあここ中段欲しいか、坂井陽中段現在4番たたり、後ろ平原、あと8番河津、2番のサラヤ、後方7番手インをついてくる。まだしかし後方だ、坂井陽がしきりにサラヤを警戒して、この間に蛭田が、さあラスト1周に入りました。蛭田が先頭、このまま踏んでいく体勢。2番手3番香川雄介、4番3番とこの辺が中四国の2人、3番手キープから坂井がまくってきます。高速まくりか、2番手まで来たんですが、3番の香川雄介が牽制した、乗り越えた坂井が2番手に上がっている。平原その後ろインコース3番直線に入りました。蛭田先頭だ、坂井内から4番、4番か外から5番も迫ったんですが、ただいまの1番選手の落車はゴール後です、ご了承ください。ただいま放送にありました通り、1番選手の落車はゴール後だったそうです。さあスーパースロー、蛭田総一郎です。さあ2着がどうでしょう、3人並んでいたんですが、これ接戦です。それではね、振り返りの方を行きましょう。最終12レースですね。今日はね、なんか意外と準決勝荒れるね、予感ということで、まず4番3番が前受けと、1番のね、境ラインが前中段と。さあ、こうなってくるとね、2番のサライが後方から仕掛けていくという展開にね、なっていきます。6番の成松は、とりあえずね、2番ラインについていくというような状況ですよね。はい、2周前ということでね、サラエが上昇する、1番の坂井も合わせに行くと、まあとりあえず中段が欲しいんでしょうね。ただ蛭田の方もね、前で突っ張っていくということで、まあ、2番が踏むのをやめたのを見て1番がね踏むのをやめていると、もうこのあたりでスプリントのような形で競輪ではないですよね。さあ1番がねここから発進するのかと見せかけてね、2番ばっかりね、牽制して、このイエローラインより上もね、走ってるという、まあ、状態になって、まあ、たまらずね、打ち突っ込んだりとかね、2番しますけれども、こんなことやっとったらね、前がね、かけてしまうということになりますよね。4番、3番がね、一周先行ということで、もうホーム過ぎてからですよね、まともにかけていったのは。さあ、1番、3番って通ってますけれどもね、ここからまくりに行っても、ここからだとフィルターのスピードも落ちないですからね。あとはね、3番がね、ちょっとブロックをかけてと、4番の蛭田がかなりね、かかっている状態と。さあ、1番ね、ゴール後落車ということになりまして、なんか、主力が牽制し合って、まあ、蛭田が弱いというと、1着取ってるんで怒られるかもしれないんですけれど、まあ1番ね、隠したラインがそのまま逃げ切ってしまったと。しかも2着ね、写真で3番の香川ということで、ちょっとね、写真で負けたということにね、まあ、なってしまいますけれど、なんかこれね、消化不良。なんかこれはね、消化不良のレースだったなというふうにね、思います。まあ最終12レースね、私が取れてないから、まあ、消化不良と、移るのかもしれないんですけれど、ちょっと見ててスッキリするレースではね、なかったかなと。ただまあ、蛭田ラインから行かれていた方はね、ハラハラドキドキ楽しめたんじゃないのかなというふうに思います。6レースから12レースの予想なんですけれど、今日はひどいということで、的中したのが、6レースと11レースのみということで、それ以外がね、すべて外れてしまったと。まあ、たまにね、こういうことあるんですよね。明日はね、もう少し、今日ね、引き締め直して予想の方をしていきたいなと。まあ別に今日気が抜けていたわけじゃないんですけれど、前日ね、当たりすぎてね、回収率がめちゃめちゃ高かったということがあったんで、まあ、ちょっと気持ちよく穴のところね、狙いすぎていったのかなという気もしますけれども、ただまあ私の狙い方としては、まあいつも通りのね、狙い方だったんで、まあたまにはね、こういうこともあると。今日ね、ちょっと、ハズレの方に振ってしまったので、明日はね、はい、決勝戦も含めて、まあ、がっつりとね、的中していくんじゃないのかなと思います。まあ、それでもね、11レースがね、厚めのところ、抑えなんですけれど、引っかかってくれたんで、まあ、これでね、息吹き返しましたので、まあ、私としては、今日ね、マイナスにはなっていないということなんですけれども、さあ、皆さんはどうだったでしょうかということで。そうしました。明日もね、6レースから12レースまでメンバーシップの方でね、予想の方は出していきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。